今回はアニメ見て泣いた作品を挙げてくみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。俺は鬱だった頃にクレシン映画のロボ父ちゃんを見て、最後の腕相撲の下りで鼻水が出るほど泣いた。多分精神的に参ってるところにクリティカルヒットしたんだと思う。それ以前もそれ以後もアニメで泣いたことはない。バイオレットエヴァーガーデンを映画館で見てギャン泣きしたな。カラクリサーカスで泣いたかな。あと、帰ってきたドラえもん旧版の四畳半神話体系、学校暮らしの先生との別れと最終回冒頭は未だに何回見ても泣いてしまう。トイストーリーさんはガチで泣いた。アニメカービィのペットロボの回で泣いた覚えはある。カンコレの劇場版は映画館で見て泣いたな。人生で初めて創作物で泣いたのが帰ってきたドラえもんだったな。クレヨンしんちゃんで泣きまくってるわ。こち亀の浅草物語やおばけ煙突会は原作アニメどもにめっちゃ泣いた。久々に見返したら先輩二人が死ぬ回で泣いてしまった。特殊エンディングでさよならっていうが流れるのも涙腺を刺激する。当時は本当にアニメはこれで終わりだと思ってたから、いろんな感情が混じって泣いたり笑ったりしたのを覚えている。わかる。それはそれとして、その後のアニメでもたびたび泣いたし、ザファイナルも意味わからんくらい泣いた。やっぱり最終回だな。フルバージョンも泣いたわ。バイオレット、エヴァーガーデンの10話とかいう類性破壊兵器、お母さんが書いた手紙を読み上げるところからもう涙で前が見えなかったんだよね。もはや定番だと思うけど、グラナドアフター18話のここ、映画館で泣いた。最終回の歌のシーンが好き。初めて泣いたアニメはグレン・ラガンだな。カミナが死ぬ回で雨の中、皆が呆然としているシーンで耐えきれなかった。殿堂入りぶっ続けで見てたのもあって、桜草の卒業式で涙が止めれなかった。ドラえもんのおばあちゃんの思い出、かなり泣いた覚えがある。モブサイコのエクボとのお別れは泣いたな。プラネットウィズは1話から泣いたな。12話のようやく言えたとギンスの涙ながらの言葉につられて泣いた。プラネットウィズだったら8話も泣けたな。ソーヤの叫びが冷戦に来た。書き込もうとしたら1と同じシーンで泣いてたわ。煉獄さん、ケモフレ最終話のサーバルが紙飛行機を飛ばしたところで泣いてしまった。ドクターストーンの100物語らへん、おえつ止まらんくらい泣いた。水星のガルガンティアの最終回、ジェインバーが主人公を守るために自分の意志で戦い始めたところ、くたばれブリキ野郎が人間臭くて泣けた。プラネタリアンドラストはボロボロ泣いた。宇宙よりも遠い場所の母親の PC 見つけたあたりと、バイオレットエヴァーガーデンの10話かな。覚えてるのはガングレイブ、配信で一気に見たけど、後半はどうして二人はこうなってしまったんだって思いながら、最後で自然と涙が流れた。グレン・ラガンのラストとかいう類戦崩壊兵器、こいつのこの涙を映画館で見てた時、同じようなタイミングで涙が出た。シンフォギア XV 最終回、ラストのシーンからのブリューレイクエムでの不意打ちの一言と、大好きな作品が紡いできたシリーズの重みでキャパ崩壊して泣いた。幼稚園の頃だけど、何度見てもこのあたりのシーンでボロボロ泣いてた。勤労でやってたホタルの墓はトラウマだわ。代々のバラーのラリフォーマー、夏目竜神町の土神、ツバメ、ホタル、大体話がほのぼのか泣けるかだけど、この3つは何回見ても泣く。マクロスフロンティアの20話、ミハエル好きだったからボロ泣きしたわ。ダイヤモンドクレバスで追い打ちかけられたし。アニポケのピカチュウの森が初泣きだったな。最近だと魔族2記録は、ラブライブサンシャインの2期7話は何度見ても泣く。ラブライブを優勝する理由を裏の星から託されるのがヤバい。最初に泣いたのはクレシンのケツだけ爆弾、アイアイ動物ものはパッケージ見るだけで涙が出てくる。ゆゆゆに帰参期で銀ちゃんが来た時は涙出ちゃったな。アニメだろうが実写だろうが何でも泣ける。遊戯王の映画でカイバがオベリスク出すシーンで泣いた。自分の冷戦がわからない。マクロスデルタの絶対ライブを劇場で見て席から崩れ落ちそうになるくらい泣いたな。前半は劇場の音響でワルキューレのライブ楽しんでたのに、後半にかけてのドラマと歌に涙腺がダバダバになったわ。完璧なフォームなんかじゃなくて、
息も絶え絶えでみっともない走り。でもめちゃくちゃ泣いた。元ネタレースはギャグ扱いする人も多かったんだけど、当時ずっと応援しててこのレースで泣いた俺としてはとても嬉しかった。ウマ娘ニキはもともと JR のレジェンド CM 見てたり、ターボとかネイチャとかの実馬知ってたのもあるけど、7話ぐらいからほとんど毎話どこかしらで泣いてた気がする。もちろんその画の回もゴロッボロに泣いた。アニメどころかオタクにすら偏見あった時に、アニメと無縁そうな友達がエンジェルビーツめちゃくちゃ進めてきて、しぶしぶ見たらえぐいほど泣いたし、そこからアニメにハマっていったし、いろんなアニメで泣いてきたわ。アラバスタ編の最後かな、スピーチが始まった時点でもう泣き出すんだけど、最後のポーズのとこで最高潮になる。メリーゴーとのお別れでボロ泣きした。エピソードオブチョッパーは何回見ても泣く。銀魂のさらば新選組編でイサブローが新女の名前の由来を回想して落ちていくシーンでボロ泣きした。次の週のノブメからのメール返信でぶり返してまた泣いた。ミュウツーの逆襲、子供の頃に劇場で泣いて、後に完全版で開幕5分で号泣させられた。メイドインアビスのナナチがミーティに謝る場面はボロボロ涙が出たわ。P ワークス作品で背景美術が綺麗すぎて泣いてた時は我ながらびっくりした。白い砂のアクアトークみたいな作品また見てえな。 TF にキャンペーンモードみたいな機械と人間のバディモノのストーリーが好きなら見ることをおすすめしたい。絶対に泣くから。最近だとスズメの戸締まりかな。ようスズメとの会話シーンは演技も相まって泣けた。リゼロから始める異世界生活一期の最終回、原作や一期から追いかけてきたから、この場面でおお、ついにってちょっと泣いた。鉄人28号の超人間テリー回のラスト、声優さんの演技がすごすぎる。ナルトのおめでとうってタイトルの話、ちらほら出てるけど、バイオレット、エヴァーガーデンはずるいわ、泣くわ、あんなもん。でも正直それ以外で泣いたことないな。アニポケイジーのラルトス回とかマネネ回、病気のポケモンを救ってけれどもそれでお別れになるのが悲しくて泣いちゃった。アニメ見て泣いたのは結構あるけど、エアとあの花は本気で冷戦崩壊した。スズメの戸締まりで黒塗りの絵日記から怒涛のスズメのお母さん、知りませんか。君はどこに落ちたい。アクセスコード入力からエンディングまでとにかく泣いてたな。水星の魔女24話4号、隠し事、笑いあり涙ありで面白かった。個人的に家族愛に弱いから泣いた。銀魂ザ・ファイナル、泣き笑いだったかな。ブルージャイアントは泣いた。1プレイヤーでしかないけど、アニメ漫画の力を感じた。現代に最先端の音響で最先端に近いジャズを聴けただけでも泣いた。エンドロール後にお客さんがジャズの話をしてるのにも泣いた。作品の中で言ってたジャズって枠じゃなくて音楽で勝負するってのを漫画原作アニメにやられたのにも泣いた。のび太に感情移入しながらドラえもん見てたから毎回泣かされてたわ。アニポケのジラーチの映画、大人帝国の逆襲ラストでしんちゃんがボロボロになりながら走ってるとこで、なんか自然と泣いてたのが最初な気がする。今はもうなんかしょっちゅう泣くね。ルロケンはいつも全力で泣かせに来るから困る。ファンタジックチルドレンで泣きましたわ。映画隅っこ暮らし、飛び出す絵本と秘密の子、もう一度見たいけどあの切なさをまた味わうのが怖くて躊躇してる。歌われるもの、二人の白おろ、作品内外のあれこれでいろんな感情がぐちゃぐちゃよ。劇場版フェイトステイにふとヒーブエンズフィール。週末何してますか？忙しいですか？救ってもらっていいですか？金色のガッシュベル。マホロマティック、俺にとってはもっと美しいもの、過ぎて最終回で泣きまくった。割とバンバン泣くのでわからん。あるけど一体何で泣いたのかは忘れてしまったんだ。ここ数年でマジで泣くようになってしまった。年取ると涙腺緩くなるってマジだったんだなぁとなってる。